ヨーロッパシリーズが終了したところですが、今回は私が出国前に日本で受けたとっておきのトレーニングの様子をお届けします。こんにちは、かほです。はい、今私は東京都の代々木駅の近くにある三浦ドルフィンズという場所にいます。ここはエベレスト最高齢登頂の三浦雄一郎さんが運営する、登山のね、トレーニングの場所なんですよね。はい、今日はですね、ここで、高所テストというテストを受けたいと思います。はい、そして、そちらをですね、案内してくださるスタッフさんを紹介します。安藤さんです。よろしくお願いします。安藤です。よろしくお願いします。お願いします。安藤さん、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、私この施設で働いて16年、施設ができて16年になるんですけど、はい、山の運動生理学の研究を20年ぐらいやってまして、はい、その研究と、の結果を現場に伝えたいっていう仕事で、この施設で働いてます。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。ちなみに今回の高所テストっていうのはどういったテストなんでしょうか？はい、今回 4000m の部屋で高所テストってやっていくんですけど、はい、4000m って重篤な高山病が発症しやすいこうラインって言われるんですけど、体の状態を見させていただいて、はい、高山病になりやすいのかなりにくいのか、あとそこでしっかり対策ができるのかっていうのを、やっていきます。はい、わかりました。では、これからよろしくお願いします。お願いします。高所テストの流れはこんな感じです。まずはカウンセリングを受けて、その後に低酸素室に入ります。低酸素室では最初の20分は安静の状態、その後20分で運動を行い、最後の30分で睡眠を行ってデータを取ります。ということで、最初は書類に記入してどんな山に登ったことがあるか、高山病の症状は出たことがあるかなど、カウンセリングを行ってもらいます。そしてカウンセリングが終わると、安藤さんが私の手首に何かを巻きつけています。近くで見るとこんな感じです。これはパルスオキシメーターといって、上の段が脈拍数、下の段が動脈血酸素飽和度を表します。すごいね、難しいですよね。動脈血酸素飽和度とは、動脈を流れている血液のうち酸素と結合したヘモグロビンが占めている割合だそうです。なのでこの値を見ると、どのくらい血液中に酸素が供給されているか確認できるということなんです。脈拍は60から100が正常値です。動脈血酸素飽和度は一般的に96から 99% が標準値です。これが街中で90を切るとかなりやばい状態です。この90という数字を覚えておいてください。はい、ということで問診が終わったので、いよいよ低酸素室の中に入ります。ちょっと今ゴーっていう音が、ね、聞こえてると思うんですが、これがこのマシンの音。そうですね。はい、ではちょっとお願いします。はい、じゃ今から 4000m の部屋に入っていきます。はい、こちらになります。おー、いや、低酸素感じるか。低酸素室の中はこんな感じです。ちなみに奥の写真はエベレストです。さあ、低酸素室に入って最初の20分間は椅子に座って高山病についてのお話を聞きます。上が酸欠具合です。はい、4000m だと安静にしてるだけで体持って80%ぐらい酸欠。で、運動すると筋肉でもどんどん酸素を使うので 70% ぐらいまで下がります。はい。で、実は寝てる間は運動してる時と同じぐらい酸欠になってしまいます。なので、山小屋とか高所では、はい、寝て回復するわけじゃなくて、はい、寝ることで高山病がひどくなったりする場合もあったりとか、山小屋で熟睡できないっていう方も結構いらっしゃいますけど、それはこの数字が下がるから、防衛反応が働いて、寝すぎちゃダメだよって体を起こしてるんです。へえ、そうだったんですね。で、眠れないのが悪いことじゃない、山小屋ではしょうがないかもしれないって割り切るのも高山病対策では大事なことです。へえ、意外です。びっくり。
カホさん、今この部屋に15分ぐらいいますけど、さっきと違う感じとかありますか？体調悪いとか、何か違う感じ、どんな感じありますか？そうですね、あの頭がちょっと締め付けられるようになる時があるのと、あとはこうさっきからグラフを見ようと思ってるんですけど、そのピントがちょっとなんか合わなくなってきたり、そうです、なんか呼吸がしづらいというか、こうなんていうか、喋るとちょっと呼吸がしづらいっていうのは感じますね。あれですよね、あの息継ぎが本当はしなくてもいいとこなのに、そうなんですよ、息継ぎしたいみたいな、はい、します。これが高所のことなんですね。さて、今のパルスオキシメーターの数字を見てみると、脈拍が88、こちらは標準値、そして酸素を運んでいるヘモグロビンの量は 86%、 先ほどは 98% だったのでかなり下がっています。 90% を切っているので、街中だったら即病院に行くレベルの値です。じゃあカホさん、今80前半ぐらいに下がってましたが、はい、高山病対策で一番大事なのが呼吸法になります。はい、でうまく呼吸するとその数字が90以上まで上がるんですが、はい、まずは少し先にろうそくの火があるのをイメージしていただいて、この、ろうそくの火をふーっと口すぼめ呼吸で消します。はい、で吐き切る前にまた吸っていただいて、ふーっと消します。これを5回ぐらいやってみて、今が79切りました。79ですね。今ちょっと呼吸法を試します。うわっすごい、92になった、なります、すごい。そんな変わらないというか、めちゃくちゃ変わってることをやったわけじゃないのに、すごいですね。気持ちの変化、体調の変化ありますか？あの、ここが苦しいっていう感覚が今はほとんどないです。すごい。これはもちろん、まあ、富士山とか日本の山でも使えますよね。はいはい、もちろん。ずっとこれで行けばいいってことですか？ずっとやり続けちゃうと、はい、過呼吸っぽくなったり、あと呼吸するのもしんどくなったりするので、数字が上がったな、その、きつくなくなったなっていう感覚があったら、もう普通に戻してもらって大丈夫です。すごい。はい、ということで、高山で辛くなったら、ろうそくの火を消すつもりで、深い呼吸をね、してみましょう。はい、そして次は20分間の運動というパートです。本番で使う登山靴やザックを持ってきたので、それを身につけて踏み台昇降を行います。爪の色とか大丈夫ですか？いや、爪の色は大丈夫じゃない。紫色になって、根元の方が紫になってて、ちょっとふらつきますね。うわ、怖いな。爪の色って結構大事だよ。小指の引きがとかしちゃうと、わからないです。歩きながら見てください。68になりました。上が血圧でしたよね。148ですか？高いですか？そう、体の中が酸欠になると、はい、脈拍を上げて酸素を取り入れるようになっていて、はい、普段の山を歩いているよりは高くなります。上がってきました。77。おお。
違うし肺の能力も違うので自分に合った呼吸法を見つけるのが高所ってすごく大事で加藤さんに合った呼吸法を見つけるのが高所ってとても大事、でこうやって機械つけてると、まあ、数字が上がらないから呼吸法を変えようってできるんですけど、高所ってこの機械つけてないんです。そうですね、充電もできないですねだから自分なりにこう合った呼吸法をこの部屋で見つけていただいて、あ、これならいけるっていうのを、しっかりと習得してほしい。その後も踏み台昇降を繰り返しながら自分に合った呼吸法を少しずつ習得していきました。はい、ということで、運動のパートが終わって、はい、次は、どんなことをしますか。はい、はい、次は実際あの高所、まあ山小屋に寝る、はい、登山中に宿泊を取って寝るっていうイメージで、はい、ここに30分寝ていただきます。ここに布団というかマットをね準備していただきました。30分間でしたっけ。そうですね、部屋の中の電気も消すので、はい、寝れるようだったら本当に寝てみてください。はい、わかりました。ではちょっと寝ます。はいはい、ということでお部屋の電気が消えてこれから寝ます。おやすみなさい。よいしょ。いやもうなんかすごい寝られそうだな。睡眠パートでは寝ている間に酸素を運ぶヘモグロビンの量が著しく減っていないかどうかをチェックしています。おはようございます。おはようございます。一緒に寝てた。寝ました。寝てましたね。寝てましたね熟睡、あのトントンって言ってガシャって言って、しばらく時間経った。あ、本当ですか。おはようございます。おはようございます。体調悪くはないですね。そうですね、悪くないですね。これで測定は終了で、あとはもう退出してきていただいて、はい、データの返却の準備していく感じなんですけど。はい、わかりました。はい、ということでここに、今の高所テストの結果が出たのでちょっと、はい、あの安藤さんに説明をしていただきたいと思います。はい、私の体の反応、低酸素の体の反応はどうでしたでしょうか。はい、はい、でカホさんの結果なんですけど、カホさんの場合は一番上のところにほぼ丸がきてます。でこれは、はい、高山病に対して特に危険リスクがあるとかそういうわけじゃないんですけど、唯一言うんだったら運動中の呼吸法をして、体の中に酸素を取り込む方法がもう少しできるとよかったなっていうところが見えるかなと思います。わかりました。確かに上がりあんまり上がらなかった時もありましたもんね。上がったけどもう少し上がった方がよかったかなっていう感じですね。はい、で最後に30分寝てる時は、70ぐらいだったと思うんですけどですね、70ぐらい、これあの、一般的に言われている 4000m の平均値とほぼ変わらないので、まあ、寝てる間はそんなに大きな高山のリスクはないかと思います。わかりました。じゃあ 4000m の、まあ、山小屋とか泊まっても、まあ、なんていうんですか、寝不足で疲れがなんか解消できないってことはなさそうな、はい、ですかね。今までもあの、国内の山小屋でも結構快適に寝られたみたいな。そうですね、はい、っていうのはあの数字が下がりすぎてないんだと思います。はい、じゃあ今日の結果をまとめると、はい、まあ、あの70分間っていう時間だったんですけど、はい、今の感じだと大きな高山病のリスクは多分ないかなと思います。はい、ああ良かったです。はいはい、ただ、山って2日目3日目続いたりとか、はい、長期間続いたりとか体調も変わってくると思うので、はい、今日感じたこうちょっとおかしいな、じゃあこうしようみたいなのを、はい、普段から、大丈夫大丈夫と思わないようにしっかり対策を続けていくっていうのもポイントかなと思います。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで安藤さん本日はありがとうございました。あの
4000m の、 低酸素の部屋に入った時はあんまり気づかなかったんですけど、ちょっとやっぱ時間が経つとこうめまいというかこう頭がぼーっとしたり、頭が痛くなったり、呼吸が苦しくなったりっていう、なんかわ、こんなに違うんだっていうのをすごい実感できて、これからちょっとずつこう高いところに行った時も呼吸意識してみようかなっていう風に意識がちょっと変わったと思うんですよね。はい、すごいいい経験をさせていただいたなと感じます。はい、ありがとうございます。ここの施設ですね、6000m まで、おー、はい、ということができるんですけど、はい、4500、5000とか5500とか、今後もっと高いところに行きたいなとか、はい、いう機会があったらぜひ行っていただければと思います。はい、これからも安全に楽しく登山を続けてください。はい、ありがとうございました。本日は、はい、ということで、今回の動画はこの辺りでおしまいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。